いどうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回ですね、星ドラやっていくんですが、3000ジェムがですね、やっとこさ、地図だなんだやってたまったので、さあ来ました、こちら武器フェスティバルということで来ましたね。まあ無課金にするとですね、まあこういう時にちょっとね、いい武器を取れるとですね、まあ後々楽になるというか、まあ出なかったら死活問題でございますよ。なんです。なので今回ですね、まあ狙うは、まあちょっと見ていきましょうかね。まあ久々のまた星ドラなんで、ちょっとゆっくりね、喋りながらやっていきたいなと思います。まずは、いやー、悪ぶれ難民と呼ばれたこの僕、悪ぶれ難民って言葉がありますからね。まあラミアス持ってます、いらない。もうとにかくもうね、悪ぶれだけなんで大天使剣一択でございますよ、僕の場合はね。あと欲しいとしたらドラゴンの杖ね、錬金くるくるくるって全然来ねえっていうね。まあ破壊の鉄球もね、まあいいっちゃいいんですよ僕。なんだっけ、あれ持ってるんで、なんとかやっと出てくれたんですね、グリムチー。まあ使わないですけど、とつってないんでね。でこれ1とつすると、まあ今破壊の鉄球のやつ乗せられるんで、で賢者の杖もね、これも全然ね、なんか錬金くるくるって全然来ねえっていうね。まあこれも多分2本ぐらい持ってんすよ。なんか最初全然出なかったのに、賢者使ってた時はね全然出なかったのに、使わなくなったら2本出たっていう。あと一番僕的には結構欲しいのがこのね、ジゴスラッシュがちょっと欲しいかなと。でこれなんか、これ錬金あるよね確かね。ここら辺欲しい。まあここぐらいかな、欲しいとしたら。大天使の弓がなんか強いんだよね。強いんだけども、僕魔王級行かないんですよ。魔王級ちょっとまあ下手な、下手っていうか、まあ行く人もいませんし。突然寂しいわ、やめとけよ。まあ一回も行ったことないんですけど、まあ鍵ね、何個か、なんか自分で行く鍵、なんか誰かソロでさ行けるやつあるじゃないですか。これ魔法の瞬間、これなんか弱いやつどれだろうね。ダークドレーム、神竜、エスターク、エッグラぐらいだったらいけんのかな。一応持ってんでね。でマルチの場合だと鍵はまだ結構持ってたっけなと。幻のダンジョン、ガチャマル結構かかりますんでよろしくお願いします。まあガチャマルもうちょっとかかりますんで、これ結構ね持ってるんですよ。持ってまあ一応ね、行ったことないからね、持ってるっていうか、まあ使ってないだけなんですけど、まあなんか使ってもねいいかなと思うんですけども、もう神竜いっぱい持ってるね。さあで狙うは、だから言ったのは武器フェスティ、まあ防具もあるんだ。どっち、ああ待った、武器だと思ったけど、そうか防具も来てんのか。あのね、回復盾欲しいって欲しいんだよね。あ、ない、天空ないんだね。ロトと天空ないや。じゃあいいや。じゃあいいね。まあそういう、じゃったらいいわ、いらないわ。こっちはなんだ、オルゴー。オルゴーって何に使うんだろう。なんかいいので使うのかな。これかっこいいね、見た目かっこいいんだよねこっちはね。まあこんな感じでしょうか。僕が欲しいのは、まあもう悪ぶれもう一択でございますよ。ということで早速ね行きましょう。3000ありますんでね。いやー出てくれるかな。まあ他のやつが出てくれたらいいんですけど、まあちょっとこれって今回は武器のみだよね。10連で毎回51枠確定&5は武器確定なので、絶対5は出ます。ただ何が出るか分からないんですが、早速いきましょう。久々の10連ですね。もったいないんで、もったいないんで、もうこう右上にあるねスキップなんか絶対押しませんよ。さあ行きましょう。まずは1投目でございます。おなしゃす、うん、もう30個ぐらい見た、30個ぐらい見た。まあ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 、まだ1回目なんで、もうこれ9回ありますから、9全部星5って可能性だってあるっちゃあるかもしれない。ねえか。ちょっと待って、いやまあまあまあ、まだまだ慌てると、頭慌てる、お前が慌てる状態じゃない。まあ星4なんでね、ポイントにまで変えられますから、まあ大丈夫でしょう。さあ 8回目じゃないわ、3投目。勇者っぽい、勇者の初期の装備っぽいやつ。さあ行きましょう、4投目でございます。あーどうだ、そろそろ来てもいいぞ。見たこと、しょっちゅう見たことあるやつ、もうしょっちゅう出てくるやつ、単発でもそうだし、1日1回でも俺これよ、こればっか出んだよな俺。さあ折り返し地点の5回、あっ来てないね。まあでも星3じゃないんで、まだ焦らなくていいです。だってここから
5回連チャンもあるかもしれない。いや、なんかツイッターで見たことあるな、そんなの。さあ行きましょう、6投目でございます。うわ、マジかよでも最後の1枠 10回目は確実に星5なんで、もしかしたらね、アグブレ来る、アグブレ難民にね届けてくるかもしれないし、あ、杖あったかな、ハグメタの杖とかあった、ハグメタじゃないわ、あれの杖ありましたっけ、ないよね今回ね、ないよね。ベホマラ難民なんですよ、あと俺難民多い。さあ7投目おなしゃすちょっとこれ全然来ねえな今回も。まあまあまあ、こっから3連チャンでもは悪くはないです。こっから3連チャンでも3回出たら御の字よ、本当に問題ないと思います。おなしゃすまた出た、もうさっきも見たやつまたさっき見たじゃんこれ。今何回目これ、8回目だっけ。さあ9回目いきましょう、ここで多分出ると思うんですよ。バウンドするでしょ、ほら来た、よっしゃ、ま、3本目さあどうすんの、こんないっぱい出て3本あんだけど、これ10回目じゃないよね。あ、やば、来たやつ、押しちゃった、ごめん、あー、来い、痛いとちょっと待った七色の扇が貫突するわ待って、メラゾーマって何に使えるの。いやちょ待って、ちょっとまず見ていきましょうな。俺何個持ってたっけな、ちょっと冷静にやっていこう。取り出して何個持ってたっけな、なんかいっぱい、ほらね、賢者の杖3つ持ってんだよね。賢者の杖突した方がいいのかな。メラゾーマ使わないんだよね、もう最近使わない。メラゾーマ、いや欲しかった時期はあるの、槍、これをメインに使ってた時に、どれだっけな、ドラゴンスピア、これに、まあメールストロームよりもメラゾーマが欲しかった時がちょっとあって、これ使わなくなった途端に出るっていうね、まあいや、まああり、あるあるだよね、あるあるだよね。いやー参ったなー、いやー3本目、そして七色が、これ今七色手持ちで持ってんのかな、七色きたー、ついに七色貫突したんだが、これあれなんだよね、錬金してからじゃないと、なんだっけ、専用のあの装備みたいのがとつっていかないんだよ、とつじゃないわ、上がらないんだよね。これ持ってっかな、 7M スター、あ、これいいや、一回錬金して、これ錬金しないと喜びの前の方に、なんだっけね、強化した時にこれが上がらないんだよね、確かね。七色が貫突でございます使い道あん、いや使い道ない、あり、あ、な、ないっちゃないんだ、ないっちゃないの。なんでかっていうと使える装備がないんだよ、ベホマラーがないから。七色貫突したよさあということでですね、なんとですね、今見た結果ですね、ポイントがあと1000あれば進化玉がついに手に入るということで、何を売るかなと。コブドの爪一つこれいる？メタスラの槍、英雄の槍もいらないと思うんだ、英雄の槍。ちょっとこの中で言うと稲妻、英雄の槍でいいわ。大天使の動きはちょっとよくわからん、使ったことがないから。よっしゃー、さあ行こう。英雄の槍どこ行った、英雄の槍ね。さあ、あー、ついに行きましょう。さよなら、ありがとう英雄の槍、いい走行版だったよ。さあ来た、よし来た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 、ついに武器ね、こっちね、危ない危ないさあ来ました、長かった、ついに来ますよ。さあ天空の剣、進化玉、おね、おなしゃす。さあ長かった、ついに無課金で天空、よーっしゃ。さあさあ回復、よし、ということでついにですね、
天空の剣が無課金でやっとこさ。長かったな、1年かかったぞ。1年無課金やって、ラウンドスラッシュやめよう。何しよっか、何入れたらいいんだろうここ。何入れよう。スキルセットして、これはもうラウンドスラッシュの代わりにはやぶさか、はやぶさと付き替えようか。さあついにもうちょっといいやつ欲しいよね、この A のとこね。ミラクルソードがダサすぎねえか。ミラクルソード何もない。ミラクルソードの代わりにね、これに、まあ、もうアクブレだけあったらね、まあ、十分。これがね、アクブレが入ったらね、もっとちょっと弱い魔王とかでも少し、いや頑張ってみたいなと思うんだけどね。いやー、まあまあまあ、でもまあいいんじゃないの。いや1年かかったわ。去年の10月ぐらいから始めたもんね。ルビス出た時から始めたはずだから、いや1年でやっとルビス完凸でございますよ。やったー。よし、なんかボコリに行こうぜ。いやー、早かったような遅かったような、いや遅いっちゃ遅いか。これじゃないのか、ここまで上がるんだ。ほいほい、50か。そっかそっかそっか。さあ、いやー、やっとだ、やっとだ。すっかり、うわー、1年長かったな、まあ、ちょこ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 やってたんでね、あれなんですけども。さあ、攻撃182だって。そうだね、これがここまで強くなると初めてこう超ハヤブサとかがダメージ出るようになるんだよね。なんだっけ、さあフレンドさん借りるときにもさ、やっぱやたら強い人いるもんね、たまに。めちゃめちゃ強えの。うわ、強えな、この人って思うと、やっぱりね、強いよね。さあ、行こう。最後は、これは、なんだっけ、超級か。もう一回やってみよう。さあ、さっきのやつが、ジェムもらったからこれもらって、まあそれで貯めたらもう一回やるしかないけど、こいつやっぱちょっと強いよね、やっぱね。いやー、伝説級今なやりたかったんだけどね、時間がバラバラできなかったね。さあ行きましょう。ちょっとこれは気合い入れていかないと多分死にそうな気がする。いきなりかい。これ最初溜まってないからちょっと辛いよね。うわー、すごい、はやぶさ182の攻撃のハヤブサってどれぐらい強いんだろうね。よし、行ってみよう。あ、これいまいちなのか。あ、いまいちだった、あっち。いや、わ、強いのかな。さっきどれぐらいだったっけ、さっきどれぐらいだったっけな。このね、助っ人の人めちゃめちゃ強いんだよね。同じ海賊でも天と地の差が。これあれかな、ちょっとちゃんとあれか、ちょ遊びでやってるでしょ。戦略とかなくてただ殴って、今伝説級まではそれができるから楽しいよね。魔王級とかなんかあれでしょ、3時間ぐらいやってるんでしょあれ。無理、多分あれが続かない、多分。なんだっけ、集中力が俺持たないわ、30分これやるとか。もう無理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 。やっぱハッスルダウンする。オッケーオッケー、ナイスナイス。やっぱこう、なんつうの、こう、わや言いながらさ、なんで寝るん、そんな、なんで寝るん、こうわきゃわきゃ言いながらやってんのかね。さあオンステージ行って、あ、戦いの歌持ってたか、持ってたね。オッケーオッケー、よっしゃ、もう一回ぐらいあれしとこうか、歌っとこうかね、歌歌って。これさ、何も考えなくてさ、ポチポチできるのがやっぱ星空の魅力だよね。まあまあ、もう伝説止まりだからさ。あれなんだけど、あー、いまいちいまいち。他のやつ持ってくればよかった。まあ、たたうた入れて、あ、たたうた2個あるね。危ない、ローションきたでもこれしかないもんね。他のルビス持ってきたらよかったな。ルビス。さあ終わるんじゃない、そろそろ。あ、すが、違うわ、最後もっとあれか、ネチョネチョになってくんのか。もう汚い。怖い、
3歳児ぐらいだったら多分これ見て泣くぜこれ。まだあんてきたー、やばい、ちょっとやばいような気がする、ちょっとやばいやばい、ジェム稼ぎが、ジェム稼ぎで来てるのに危ない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 、なんかなかったっけ、黄金竜あるね、ちょっと回復しとけ、危ない危ない進化回復しろ、よくわからんけど、あ、やばい、ローション来た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 、さあ、あー、勝てる、まあ勝てるでしょう、勝てないことは、やばい、ちょっとこの方、助っ人の方が死んじゃう、ちょっと、よしよし、もう大丈夫でしょう、あとこのチャージクラッシュが3発出て、アウト、終わりですよ、あ、なんかなんか、やばい、なんか、やばい、なんか、よし、オッケー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 、お願い、ジェム稼ぎだから、殺しちゃまずい、ビッグバン、からの、からの、よし、来た、これで終わりか、あ、終わりーまあこれはね、これは伝説級とかだったらもう叫んでんだろうな、うおーとか言ってんだろうけど、まあまあ星ドラなんで、まあこんな感じのゆるい感じがいいよね。さあさあ、まあ大した見せ場もなかったですけどこの動画なんですが、さあジェムゲット、まあ3000ぐらい貯めてね、またガチャ回そうかな、まあ来月10周年あるからね、うん、まあそれまで取っといてもいいかなと思いますし、さあということで、ついにですね、まあまあ無課金でやること1年なんとか天空剣がですね、ですね、なんとか貫突した、よっしゃ、あとは受けだなね、もうまあいいか、もう最悪あれしようかなと思ってて、あ、なんだっけ、稲妻烈風山煮詰みかなと思ってんだ俺あれ結構かっこいいし強いじゃん。さあということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、そしてね、高評価もお願いします。それでは皆さん、バイバイ。